宇宙を味方にする方程式小林正館聖なる数字358の不思議もう一つお金にまつわる話です聖書の中に666は悪魔の数字358は聖なる数字という記述があるのだそうですそしてこの話を聞いた ある50代の人が新しい口座を翌日作って暗証番号を0358にしたところ20個ぐらいある口座の中でその口座だけが一度も金額が減らないで増えていくだけだったという報告を半年後ぐらいにしましたそれを聞いたその場にいた20人ぐらいの人たちは全員翌日口座番号を に変えましたまた車のナンバーを358にすると突然に燃費が30%ぐらい上がって私の車は300%燃費がアップしました車の設計燃費はリッター3キロなのですが現在9.9キロで走っていますそれも ででリッターー3キロののはずなのにレギュラーを使って9.9す私の周りの人は何十代もナンバーを358に変えていますがどの車も燃費が良くなってさらにはエンジン音が静かになってものすごく快適によく走るという報告ばかりが来ています。 三五八にしたことで悪くなったという例は一見もありません。徳川将軍で初代と松代の人の名前は知っているでしょうけれども、何代何々というのですぐに言うことのできる人は誰でしょう。三代家光、五代綱吉、八代吉宗だけじゃないですか。これも三五八です。 現状三蔵が西遊記で天竺に北インドのことを当時は天竺と呼びましたがお経を取りに行きましたその時に従者として従った三人の妖怪は三佐五城五悟空8八八海ですお釈迦様が悟った時が三十五歳の時の 12月8日の朝お釈迦様は4月8日生まれなので12月8日というのは35歳と8ヶ月というふうに確かにいろいろなところで358になっています358はパワーを持っている数字なのですちなみに小林聖官の「こ」の字は三角 林がが角、角の字が5です。だからこの人には神様からのメッセージが来やすいみたい。生命に3五八を持っている人は喜んでください。こういう不思議なことがもう10年もずっと積み重なってきて3五八はものすごく面白いという事実が分かってきました。 それで千円札の投資番号で358が入っているお札が出てくると使わないで取っておくようにしてきましたそれを持っているとまたまた仲間を呼んでくれます面白がっていると向こうが面白がらせてくれるということなのです358の数字が含まれるお札ならこの順番で並んでいなくてもいい 58 3でもいいどこに入っていてもいいから10桁の中に358が入っていると面白いことが起こりますしかし副作用が一つどういう副作用か358が入った1万円札も使わないで貯めるようにしていたら使うお金がなくなってしまったのですでもそういうのを気にしないで また喜んで遊んでいると、いつの間にかまたお金が潤沢に入っているという不思議さもあるわけですけれど、これは本当に面白い現象です。358は聖なる数字なので、いろいろなものを読んでくれて、宇宙につながるみたいだということをぜひ覚えておいてください。きっと面白いことが起こります。面白がった人の価値。神様は 面白がった人に味方するのです。